侍様を野ざらしにしておくわけにもいかないだろう。太刀を鍛えて差し上げましょうか。お手伝いできることは？鎧を整えてもよろしいでしょうか。登り旗は見つかりましたか。武家のお話をご存知なのは今や対馬には数えるほどしかおりません。どうかお話をお聞かせください。今から少し昔のこと、賊に囲まれたことがあってな。一人で戦おうとしたところ、急に奴らが背を向け森の中へと逃げていった。振り向くと長尾家の弓取りたちが丘の上に列をなし、空へと矢を放っていたのだ。赤子の頃から鍛錬を始めた者たちだと賊も聞いていたのだろう。おかげでいさかいはその場で終えることができた。その夜、酒でもてなしたことは言うまでもなかろう。素晴らしいお話でございました。他の者にも聞かせてやらねば。あなた様のご助力ありがたく存じます。他の武家の旗がありましたらお持ちいただけるでしょうか。お体の傷も減りましょう。
もう鍛えられません。道中どうぞ。戻ったね。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたはタカの恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより金田の木に向かい、叔父上を救うと。お前の老いが我が兵を追い回し、けだもののごとく八つ裂きにしている。己らは民に何をした。心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し、平和をもたらしたのだ。己とは違う。やつもそう言ったな。だがやつは勲氏を残す前に死ぬことになる。勲氏とは死しても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間、己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って、飢えをしのぐがよい。どうした、龍蔵？何があった？みんな揃った。菅笠衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。ジン。ご加勢、叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな、地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか、後で会おう。お主の弟子ってざまあないな。今はよせ。年甲斐もなく若い女子と暮らすな。おのおの方、潮時です。これより叔父上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようなが。しかれどもこれ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は死角に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから死角を目指し、叔父上を救い、
大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。打ち入れば負けます。闇に乗じて忍びいるのが肝心なのです。さながら野党か。それかクロウド。叔父上がお待ちです。いざ城へ。立派だったよ。うまくいくと思う？行かせる。ここから登れそうだね。皆のもとへ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。先生が物見を仕留めておる。さすがだ。少しずつ、まず蛮兵を倒さねば。ユナ、崖沿いの兵を始末しろ。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは、私と。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。Arbo! Ya gyum harsin. Ah!
ヒアリの扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後、追っておいてください。承知した。ぬかるでないぞ。雅子殿も。ジン、バンペイがいる。俺が先駆けだ。どうしよう。龍造命、忘れはせぬぞ。志村様にも伝えよう。この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て、向こうに渡れそうだ。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。
ユナの手がいるな。待たせるね。備えろ、ワンペイがおるぞ。ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。龍蔵。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。お前、仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。
そして死ねというのか。駒田での戦のように。竜造、おじごにはお前がいる。あいつらには俺しかいない。しない。友ではないのか。もう昔の話だ。でもな、クロウド。共に故郷を救おう。今じゃもうこのもんだ。竜造、侍だ。侍がいるぞ。ネグンベ、答えよ。志村殿はどこだ。速達を野心Урбайхшигуэн.
Ready? Move! その毛目が叔父上、ジンです。ジン、急げ。ウフ侍の方、さすが忠の息子だ。この身を尽くします、叔父上。立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん。加勢もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時をあげるぞ。北にいる万兵どもを始末。さあ行くぞ。暴行を買ってやろう。お供いたします。政子殿、無事であったか。おいごのおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。仇を討たねば。全ての対馬の武士のためにも。お手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の仇、政子殿を一人も逃がすでない。皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより蒙古どもの鼻を明かし、コトゥンハーンに意志を返すと。武士の意地を。
大層な城ではないか。この門を開いてはくれぬか。同胞がくたびれ飯も食えず凍えている。門を開け、助けてやれ。飯をくれる約束だろう。わかるな。志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜蔵を信じたばかりに。みんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美についておじ上に話してくれ。志村様なら刺客だよ。